リマ県はペルーにある25の行政区画の一つである。国の中央沿岸地方にあり、その中心地は和蝶である。国の首都リマ市を含むリマ軍はリマ県の西部に位置している。しかしながらこの軍は独立しており、県の一部にはなっていない。県は北はアンカシュ県に、東はワヌコ県、パスコ県と不妊県に、南東はワンカベリカ県に、そして西は 太平洋とリマ軍に接している。県は沿岸地方からアンデス山脈地帯までに広がり、自然のままの地域にはかなりの多様性が見られる。コスタからヤンカまたはコルダレラまでに至る。最も面積を占めるのはユンガとケチワである。行政区画は9つの軍に分けられる。それらは128の地区から構成される。軍は以下の通りである。 ありがとうございます。